続いての Q&A はこちら。これはもう、でもこれはもう沼なのかなと思ってた。いや、私はそうですね。あ、分かった人。え、絶対キホちゃん。なんでですか。間違いない。犬もその飼おうとしてて、たくさん の、 あのメンバーやスタッフさんに止められてて、でもそこ犬の気持ちで分かるし、どういうことなんでしょうか。一体これは誰ですか。犬の気持ち、そうなん。そうです、私ずっと飼いたくて、でも飼うって決意を持って進めてたんですよ、その準備を。そしたら本当にメンバーに大反対されて、で土田さんにも反対されて、それで私はなんかすごいちょっと心が折れそうになってたんですけど、でもやっぱりなんか私は犬を本当に可愛がろうと思ってるんですよ。だからこの犬の気持ちっていう本を買って、犬の気持ちをめっちゃ分かって、犬好みの人間になろうって。あ、はい、向こうからも好かれるように。そうなんです。本でだ一番学んだの何。犬の気持ち買って読んで、なんだろう、なんか吠えるにはなんか気持ちが乗ってるみたいな。そりゃそうだよ。そうだよ。何もなくて吠えないよ。無で吠えないよ犬も。そりゃそうだね。家のね、なんかゲージみたいなのも買ってんだよね。あ、そうです、ね、全部揃えて。もう買ってんの。全部あります。トイレとかも全部。全部ないよ。あとは本当に犬だけなの。まあ別にその最終的には、ね、自分の判断ですが。あと千と千尋の舞台ね。いいな。これそうですね、すごい何ですか、人気の舞台で。誰の回。橋本環奈さん。よかった。めっちゃ良くて行きたいんだよな。橋本環奈さん。どうした。橋本環奈今殴ろうとさ。なんか嫌なことあった橋本環奈。ワンちゃん。殴ろう。ワンちゃん飼いたいんだよな。大沼ワンちゃん飼いたいんだよな。ごめんね。みんなに止められるから。言い過ぎちゃった。ごめんね。そう。やめて。レスラーの試合後のレスラーの反省の仕方じゃん。ちょっと嫌だったな。そうか。いや、私の不徳の致すところです。政治家の引退の。ワンちゃんだろ。はい、そうだよね。だからそう、いや全然大丈夫。みんな心配してんだよね。ちょっと、でも大沼が自分でいけると思ったらいいんだよ。勝ってちゃんと、はい。じゃあカンナちゃんの舞台なんですか。もういいわ。どういう編集しようもいいわ。何だよ。私橋本カンナさんが大好きで、中学生の時に配達会に行ったことがあって。橋本環奈の。そうです。まだアイドルだった時代に配達会に行って、それで私はアイドルになりたいと思ったんですよ。本当に環奈ちゃんが好きだからこのチケットも頑張って取って、そうか、すごい感動して泣いちゃいました。今ちょっと思い出して思い出して泣いちゃいったね。思い出して泣いちゃってるんですけど。大沼ありがとうございます。以上、大沼明穂のワンちゃんと橋本環奈さんへの並々ならぬ熱い思いでした。ご清聴ありがとうございました。